もしもし、生きてる？やばい、人類殺したなんてバレたら、僕死刑になるかもしれない。あ、目開けた。気分はどう？どこか傷んだりしない？僕のことわかる？ああ、よかった。生きてた。本当にびっくりしたよ。殺しちゃったんじゃないかと思った。僕は決して怪しいものじゃないよ。君を鈍器で殴ったんでもないし、崖から突き落としたんでもないし、自動車で引いたわけでもないから。それじゃあ僕が一体何者なのかっていうと、まあ、ひょんなきっかけで君の精神に入り込んじゃったってだけの精霊なんだよね。こいつ一体何なの？とか、この状況は何事なの？とか、ツッコミ入れてくれるとありがたいんだけど。ねえ君、本当に大丈夫？僕のこと見えてる？うわ、要望通り冷静なツッコミありがとう。でも僕別に変な子じゃないから。君とは存在のあり方が違うだけだから。だって精霊だし。とりあえず僕のことは認識できてるようで何よりだよ。それにしても君、落ち着いてるね。もし君が目覚めたら。キャー！ここはどこ？あなたは誰？ってなことになると思ったんだけど、まさか記憶だけじゃなくて人格まで飛んじゃったのかな。大変だ。とりあえず最初から説明するね。僕はオリオン、とある別世界から来た精霊さ。で、ちょっとした用があって人類の世界に向かってるところだったんだけど、その途中で君の精神と衝突してね。僕にもよくわからないんだけど、何かの加減で君の心の中に閉じ込められちゃったみたいなんだ。そして君はその衝撃で意識を失ってたみたいだね。で、言いづらいんだけどさ、実はその時ついでに君の記憶も飛んじゃったみたいなんだよ。いや、参ったね。ごめん、ここどんどん突っ込んで。今君の常識にないはずのこといっぱい言ったはずだから、お願い、スルーしないで。いやー、そうだよね、ほんとおっしゃる通り。僕の不注意で本当にごめん。君の記憶を戻すためなら何でも協力するよ。っていうか、そうしないと多分僕、君の中から出られないんだよね。はっきりとは分かんないんだけど、多分僕は君の消えてしまった記憶の部分に閉じ込められてるんだと思う。僕が君の精神に入り込んだ分、君の記憶が押し出されたってイメージしてもらえばいいかな。だから君の記憶が戻れば、今度は僕の方が押し出されると思うんだよね。もしかしたら他にも方法があるのかもしれないけど、今はそれ以外方法が思いつかないんだ。記憶喪失にさせちゃったことは本当に申し訳ないと思ってる。だから一緒に記憶を元に戻そう。よかった、ありがとう、分かってくれて。でも本当なら、歯食いしばれ。
とか言われてもおかしくないとこだよね。君って理解が早いんだね。頭が柔らかいっていうか。うん、こういうのもなんだけど、閉じ込められたのが君のところでよかったな。とにかくそういうことで。これから僕と君は協力して君の記憶を取り戻さなきゃいけないんだ。僕にできることなら何でもするって言いたいんだけど、実はいろいろと制約があってね。僕は人類に干渉できないんだ。君に触れることもできないし、君が僕に触れることもできない。そもそも君以外の人間には僕の姿は全く見えないし、声だって聞こえない。だから聞き込みすることも君の代わりに働くこともできない。さらに言えば君から10メートル以上離れることもできない。何でもするって言ったけど、結局君を応援するくらいしかできそうもないんだ。いや、それでもね、誰もいないよりはマシだと思うんだよ。僕だけは何があっても絶対君の味方だから。犯人はオリオンだったりしないことは保証する。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいよ。これから一緒に頑張ろうね。で、あのさ、本当に何も覚えてない？名前は？名前くらいはなんとなく思い出せないかな。ん？それが君の名前？そっか。でも君が名前を聞かれてそれを思い出したってことは、それが正解なんだと思うよ。大丈夫、一歩前進だよ。よし、それじゃあここにいても仕方ないし、とにかく君の世界に戻ろう。え、ここはどこなのかって？それは説明が難しいんだけど、パラレルの中間、そういう表現が一番近いと思う。この世にはあらゆる可能性がある。そしてその可能性の数だけ平行世界が存在する。例えばある世界の君は学校に通っているかもしれないし、別の世界では働いてるかもしれない。ここは平行して存在するいくつもの世界のどの世界にもつながっていない平行世界の隙間。平たく言えば君は今世界の隙間にチューブラリンの状態でいるんだ。でも僕には君がどこの世界から来たのかわからない。あ、でもどの世界も君のいた世界であることに変わりはないよ。平行世界に正解不正解は存在しないからね。だから君が本来いた世界へ戻って記憶を取り戻そう。そうすれば友達に話を聞くとか、携帯の履歴を見るとか、記憶を取り戻す方法はいろいろあるよ。あ、でもちょっと待って、相談する相手だけは十分気をつけて。人類は凶悪で残酷な生き物だからね。よほど信頼できる人以外には記憶喪失なんて言わない方がいい。ありもしない記憶を植え付けられるかもしれないからね。俺はお前に100万円貸してるんだからちゃんと返せよな、とか。そういうことを言われても本当かどうか判断できないでしょ。最低なダメ男を彼氏だって紹介されて本物の彼氏を奪われるかもしれないし、無職だって言われて信じてるうちにバイトをクビになったりとか。
はたまた縁もゆかりもない奴が親友を名乗ってマルチ商法に誘い込んできたり、最終的には落ちるところまで落ちて気がつけば外国行きの船で輸出されてるかもしれないね。そんなことになったら困るでしょ。そうかな。でもね、逆に考えてみて。運よく優しい人に接触できて記憶喪失ですって教えたとする。そうしたら君はどうなるかな。順当に考えれば記憶がありませんなんて言ったら強制的に病院行きじゃない。記憶が戻るまで保護って名目で病院とか家とかに軟禁状態になるんだろうね。多少は外に出るにしても基本閉じこもることになるでしょ。普通はそれでいいんだろうけど、君の場合はそれじゃ困るの。君の記憶は脳や精神のトラブルでなくなったわけじゃないよね。僕っていう存在によって押し出されてしまったものなんだ。だから病院や家で保護されても君の記憶が戻るわけじゃないし、むしろ刺激がなければ悪化する。病室で誰とも会わずにぼーっと過ごしてたらいずれひどいことになるよ。それこそ水の飲み方とか呼吸の仕方とかすら忘れてくかもしれない。そんな恐怖のバッドエンドを回避する明日のためのその1、情報収集。できるだけ積極的に人と会って元々の自分がどういう人物だったか探るんだ。自分が何者で、家族は誰で、どんな交友関係があって何をしていたか。そうやって情報を増やして記憶の外堀を埋めていくんだよ。そうすればきっとそれがトリガーになって君の記憶は戻っていくはずだ。そうしていくうちに今度は僕が押し出されて君から分離できるはずなんだ。今の状態じゃすごくリスキーだけど、それが一番確実な方法だと思う。ごめん、不安にさせる話ばっかりしちゃったね。でもまあ、まずは家族に相談すればいいんじゃないかな。精霊が精神に住み着いたって言って信じてくれるとは限らないけど、最低限君の情報は教えてくれるよ。後のことはそれから考えるとしよう。さあ、それじゃあ君の住む現実の世界へ戻ろう。やり方は簡単だよ。目を閉じて思い浮かべるんだ。記憶を失った君が何かを思い浮かべることができたなら、それが君の望む世界だよ。ただ、その世界は複数あると思うから。君がこれだと思う世界を選択して。